今回は天使ちゃんの作り方をご紹介します。星やハートをつけると可愛いですよ。このリボン付きキャンドルはカミキーの可愛い季節の折り紙という本に作り方が載っています。折り紙作家のカミキーが分かりやすく作り方をご紹介します。使う紙の大きさです。頭と体が同じ大きさの紙、羽の部分はその4分の1くらいの紙をご用意ください。こちらは15センチで本体を作って、羽を 7.5 センチで作ったんですけど、ちょっと小さめで、こちらは12センチ角の紙で頭と体作ったんですけど、羽は4分の1ではなくて 7.5 センチを使いました。なので4分の1よりちょっと大きめの紙で作っても大丈夫です。では頭部分の作り方です。白い面を表にして対角線に折って折り筋をつけます。三角に半分に折って戻します。向きを変えてまた三角に折って戻します。上の角を真ん中に合わせて折ります。次に上の縁を真ん中に合わせて折ります。反対側も同じように折ります。裏返します。上の角をこの折り筋が交差しているところに合わせて折ります。折ったところを戻して下の角を上の折り筋に合わせて折ります。上の折り筋で折ります。次にここの縁のところを真ん中に合わせて折ります。反対も同じようにこの斜めの縁を真ん中に合わせて折ります。次にこの隙間を広げてこの縁と下のこの紙の縁が合うところで畳みます。反対も同じようにこの手前の隙間を広げてこの縁とこの下の縁が合うところで畳みます。次にこの角の部分をいっぱいまで折ってちょっとこう斜めになるように折ります。ここの角度ちょっとお好みなんですけども、反対側もいっぱいまで折ってちょっと斜めに折ります。そしてこの角のところをちょっとだけ丸みをつけるように折ります。裏返して
頭部分の完成です。では顔を描きますね。ちょっと天使さんということで目を今回青のペンで描いてみようと思います。はい、こんな感じで描いてみてください。次に体部分の作り方です。まず白い面を表にして縦横に折って折り筋をつけます。半分に折って戻します。向きを変えてまた半分に折って戻します。次に上と下の端を真ん中に合わせて折ります。次に左右の端を真ん中に合わせて折ります。あとはこうしっかりと爪の先などでこう折り筋をしっかりつけてくださいね。次に上だけ角を折ります。折ったところをこうしっかり折ってください。そうしたら、折ったところをちょっと開いて上のところをこう開くようにします。すると角がこうぴょこんと出てきますのでそのまま畳みます。お家みたいな形になりますね。そうしたら、角のところをこの斜めの縁を合わせるようにして先をちょっとだけ折ります。手の白い部分になるんですけどもですね。で、折れたら折ったところをしっかり折って戻します。そしてこの隙間を広げてするとここにさっきつけた折り筋があると思うのでその折り筋で折って戻します。先ほどの折り筋はここを折りやすくするためにつけました。反対側も同じようにこの斜めの縁を合わせるようにして角をちょっと折ります。折ったら戻してこの隙間をぐいっと広げてそして、つけた折り筋で折ります。そしてそのまま戻します。次にこの縦の線で一回向こう側へ折ってちょっと戻します。そしてちょっと向き変えますね。そしてこの部分をちょっとつまむようにして手前に折ります。そしてこの角は真ん中の線に合うようにそしてこの下のところはこの角で折れるようにしてこの角を折りつつこの角を真ん中に合わせて折ります。ちょっと厚みがありますがしっかりと折ってください。反対側も同じようにまず一回ここを反対側に折って山折りの折り筋をつけてこうつまんで手前に折ります。そしてここの角は真ん中の折り筋にそして下のここの角は角から折れるようにしてここでしっかりと折ります。
裏返して体部分の出来上がりです。それでは羽の作り方です。まず三角に半分に折ります。そして、また三角に半分に折ります。次に上の1枚のこの縁と反対側の縁を合わせるようにして折ります。はい、ではもう一度またこの上の縁とここの縁を合わせるようにして折ります。2回目ですね。そしたら3回目です。またこの一番上の縁と折ったこの端を合わせて折ります。はい、折ったらこの状態まで戻します。そして裏返してこの面でも同じようにまた折って、天使の羽の折り筋をつけていきます。まず半分に上の1枚だけ折って1回目、はい、2回目です。また上の1枚を半分に折ってそして3回目、最後この細いこの折り筋ですね、それをつけてそして、3回折ったらこの状態まで戻します。そして、今度はこの折れている方のこの縁を真ん中まで3分の1くらいの幅で折ります。大体で大丈夫ですよ。このぐらいの幅で折れれば OK です。そしてこの反対側の隙間を広げて羽の完成です。体に、頭をつけてそして羽を体の後ろにのり付けします、はい、これで天使ちゃんの完成です。では、この飾りに使ったこのクッキーの作り方をご紹介します。まず対角線に折って折り筋をつけます。そして角を全部真ん中に合わせて折る座布団折りをします。はい、そしたらもう一回座布団折りをします。で2回座布団折りをしたら裏返します。そして今度は真ん中からちょっと離したところ、ちょっとこう隙間を空けるようにして4つの角を折ります。で裏返すとクッキーの出来上がりです。このジンジャーマンやクッキーに使ったこのお菓子の入った紙はカミキー監修の抗菌折り紙水彩調セットに入っています。こちらもぜひ使ってみてください。15センチで作ると結構大きめです。こちらは12センチの紙で作ったものを使っています。ぜひ飾りにお使いください。では楽しいクリスマスをお過ごしください。さよなら。